こんにちは、こんばんは。動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと更新の方を怠っておりましたけども、久々にアップしたいと思います、ね、もう今世間はもうオリンピックの金メダルラッシュやらスマップの解散報道やらで賑わってますけどもね、なのでもうこんな動画アップするのためらって更新を怠っておりました。このような、はい、今回はですね、皆さんこのアニスってご存知でしょうか。アニスシード、アニスっていうのはね、ハーブのことで、これがね、なんかゴキブリを誘引するのに一番いい匂いみたいです。ゴキブリが一番好む匂いっていうのをネットで見て、はい、これアマゾンで300円台で買えたので買ってみました。で、試してみました。どのように試したかというと、ゴキブリホイホイにこのアニスシードですね、まぶしまして、また自販機の下にセットしてきました。これ匂いはですね、なんか歯磨き粉のような匂いがするんですよね。これが本当にゴキブリ好むのかなっていうような、歯磨き粉ちょっとほんのり甘い匂いもするけど、なんかね、昔によった歯磨き粉のような匂いがします。で、6日間ほどセットしてきたんですけども、開けますね。入ってることは入ってます。結構入ってますね。やはり好むみたいです。ほんまにちょっと、もうオープン剤ホイホイははしょって開けてみたいと思います。はしょりますね。はい、いきますよ。もうゴキブリ嫌いな方はね、動画閉じてくださいよ、ここで。では開けます。触覚動いてますね。はい、こんな感じで、ゴキンジャムの時ほどは取れてないけども、アニスシードで、アニスでやっぱり取れます、ゴキブリは。はい、これがもうアニスですね。アニスをゴキブリホイホイに振りかけております。こんな感じですね。このホイホイシリーズもちょっとマンネリ化してきてね、もう飽きたわっていう人もいてると思いますけど、このアニスシード、これでゴキブリ取れます。アマゾンで300円台で売ってるんで、参考程度にしてください。なんかね、これを宝山団子に混ぜて使う人がいるみたいですね。そしたらもうゴキブリも寄ってくるし、食いつきも良くて、はい、宝山団子手作りしてる方はどうでしょうか。アニスシード、これ宝山団子に混ぜて使えばいいらしいですよ。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。